フィリピンを訪問するための準備日本でやっておくべきことフィリピンに行くと心に決めたら具体的な準備を始めましょう海外に出かけていくのに必要なものはズバリ次の3つですパスポート航空券お金フィリピンはビザなしで入国しても空港で30日間の短期ビザがもらえますお金についても最近は国際キャッシュカードで 世界中どこでも貯金が下ろせますしほとんどのホテルや店でクレジットカードが使えるので大金を持ち歩く必要はありません航空券も最近はいいチケットでパソコンから何度もプリントできるので例えなくしても問題はありません国際キャッシュカードプラスあるいはシルスと提携していれば海外で現地通貨で引き出すことができます海外で自分を証明する書類それがパスポートパスポートを発行してくれるのは あなたが、現在、住民登録をしている都道府県です。申請は所定の窓口で行います2から3週間程度かかるので余裕を持って取りに行きましょうなお20歳未満は5年有効パスポートのみ申請可能フィリピン滞在中に失効したら在フィリピン日本大使館でも申請可能ですパスポートの申請には次の書類が必要です申請用紙 戸籍当本または本住民票、写真、運転免許証などの身分を証明できるもの、完成はがき、申請料は、10年有効で1万6000円、5年有効で1万3000円、12歳未満、5年有効は8000円、フィリピンに長期滞在するために必要なビザ、フィリピンに短期滞在する場合、日本で事前にビザを出得する必要はありません。 空港でででで30日間有効なビザをを与えらられれれれるからですすす必要があればばそれを現地のの入館で延長すればいいのですフィリピンの入管で30日間の短期ビザがもらえる条件は予約済みの出国のチケットを持っていることパスポートの有効残存期間が6ヶ月以上あることそして要注意人物としてブラックリストに載っていないこと30日を超えて滞在する場合はフィリピンに入国後 入館で延長手続きを行う必要があります手続きは入管に本人が出向けば数時間で終了します2ヶ月ごとに延長する必要がありますが連続して3年まで滞在できますフィリピンに長期ないし永住するためのビザにはクォータービザ婚姻ビザ退職者ビザなどがありますがいずれもフィリピンに入国してから取得することになりますフィリピンで暮らすためには一体いくら必要 フィリピンでフィリピン人並みの生活をするならば、1日200ペソ、440円程度で、食費はなんとか賄えるかと思います。その場合、食費は月に1万3000円ほどとなります。宿は最低1泊350ペソで770円程度、月およそ2万3000円です。月決めでワンルームのアパートを賃貸したら、5000ペソ、1万1000円ほどからあります。 それでで合計2万万から3万円程度ですこの額はフィリピンでは大卒新入社員の給与に相当するようですしかしせっかくフィリピンで暮らすのですいろいろな場所へ行ったり夜の街を探索したりするでしょうから予算として最低限月々10万円くらいの出費は覚悟しておいた方がいいでしょう島国日本からの脱出航空券は必須です日本からフィリピンへは 格安チケットでも往復5万から7万とバンコク香港などへの航空券と比べて割高です特に夏休みや正月のピークシーズンでは通常期の2倍くらいになります格安航空会社 lcc のセブパシフィック航空やジェットスタージャパンはタイミング次第でかなり安く購入することができます片道チケットでフィリピンに入国するには長期ビザを持っていることが条件となりますビザを持っていないなら 必ず出国のチケットを購入しなければなりません日本でやっておくべきことフィリピンに渡る前にしておきたいことお金さえあれば何でも手に入るのがフィリピンですが長期にフィリピンに滞在しようとするならぜひ日本で済ませておきたい手続きがありますフィリピンで快適に安心して過ごしいざという時に困らないように次の手続きは出国前に済ませましょう海外旅行障害保険の加入 国際キャッシュカードの発行、クレジットカードの作成、国際免許の出得、予防接種、海外旅行障害保険は、自分の体力、ライフスタイルを考慮して決定しよう。フィリピンでは、命の値段がとても安いのです。仮に交通事故にあったとしても、任意保険に加入している車に当たることは、ほとんどないと言っても過言ではありません。だから、自分のことは、 自分で保証できるようにしておかなければなりませんお金がないと病院にさえ入れてもらえない国なのですもしもに備えて少なくとも傷害保険に加入しておくことをお勧めします交通事故でいくら相手が悪くてもないものはないで済まされてしまいますフィリピンの自動車強制保険の死亡保証額は10万ペソ任意保険の死亡保証額でさえも20万ペソ程度です 治療費どころか死んだとしても、ほとんど保証されません。死んでしまったら、お金はかからないと思うかもしれませんが、そうではありません。遺体の日本への輸送や手続きで、1000万円近いお金がかかるそうです。遺体をフィリピンで埋葬するなら、また金額は変わるのでしょうけど。事故による怪我から病気の治療まで、何でもカバーされている保険は安心で便利かもしれませんが、それだけに掛け金が高額です。 自分の健康状態、年齢などを考慮して、保証範囲をよく吟味して、最適な保険に加入しましょう。海外旅行障害保険は、病気をカバーしないため、掛け金も安いです。空港でも簡単に手続きできるので、フィリピンに滞在する期間を考慮して、少なくても1000万円程度の保険に加入しておきましょう。この程度あれば、ほとんどの怪我は、カバーできるかと思います。病気治療をカバーする保険は 健康に自信があれば例えなくても大丈夫かと思いますもし病気にかかったら慣れない国で治療するよりも日本に帰ってきて治療した方が安心でしょうしかしマラリアベング熱狂犬病など日本ではほとんどないが東南アジアでは普通の伝染性の病気にかかった場合は緊急性を要することから当地で治療しなければなりませんしかしこの手の病気の治療費は さほど高くないようですとりあえず自腹で払っておいて後で健康保険の還付を受ける方法もあります風邪や腹痛のような軽微な病気であればフィリピンのクリニックにかかって治療したとしても費用は大したことはありませんこのような軽微な病気で保険の請求をするとかえって手続きが面倒です海外で治療を受けたとしても日本の健康保険の保障対象となります事前に 最寄りの市町村役場に行って急所のための用紙をもらっておきましょう現地で治療を受けた時病院で所定の様式に記入してもらい後日帰国した際に役場に提出して給をすれば日本で治療した場合の医療費と同等の金額を還付してもらえるとのことですクレジットカードにもほとんどの場合海外旅行障害保険が付帯していますただし保証期間は 出国から3ヶ月以内などとなっていて、急所手続きも面倒で時間がかかります。特に長期に滞在する場合は、別途の保険に加入しておく必要があります。国際キャッシュカードを持っておきましょう。フィリピンでの ATM 現金自動支払機の普及は目覚ましいものがあります。地方都市でも至る所に ATM があるので、現金を持ち歩かなくても安心です。 日本の銀行で国際キャッシュカードを発行してもらいフィリピンへ持っていきましょうもし最寄りの銀行で国際キャッシュカードを発行していなかったら新生銀行などに口座を開設してもいいでしょうフィリピンの ATM では1回につき1万ペソ程度を引き出すことができます夜中でも開いているので夜遊びして現金が足りなくなっても心配はいりませんただしレレーートトは銀行レートなので 両替よりも若干不利ですが違いは微々たるものだから大量の現金を持ち歩いたり取られたりするリスクを考えるとはるかに有利と言えるでしょう1枚は作っておきたいクレジットカードフィリピンでもクレジットカードを使える店やレストランが増えてきましたしかしクレジットカード利用時はと立派ぐれを防ぐために必ずクレジットカード会社に連絡を取って承認を得てから生産するので 少し時間がかかるのが難点ですフィリピンのホテルではチェックインするとき保証金デジポットを預けるか前払いするのが普通ですクレジットカードを持っている場合はクレジットカードの提示で ok ですしかしチェックアウトするときはクレジットカード情報をコピーした紙を必ず廃棄させましょうそうでないとそれを使って知らない間に現金を下ろされてしまうリスクがあります 車やバイクに乗るなら国際免許証は必須ですフィリピンでは国際免許証で運転ができますもしレンタカーで旅行するなどの予定がある場合は事前に取得しておきましょうもっともフィリピンのレンタカーはほとんど運転手付きなので自分で運転する機会は少ないかもしれません国際免許証は免許証を発行した運転免許センターで発行してもらえますしかし 国際免許証で運転できるのは入国後一定期間と制限がありますしたがって長期ビザを出得する計画があるならば日本の免許証を使って所定の手続きを経てフィリピンの免許証に書き換える方がいいでしょうまず日本の免許証を日本大使館で翻訳してもらいましょうそれを LOT= ランド・トランスポート・アティオン・オフィスに持参し健康診断写真撮影などの手続きを行います 幾くばくかの謝礼を払えば筆記試験や実地試験を省略してもらえるそうです免許証の発行は1ヶ月後だそうですがその間は仮の免許証で運転ができるようですその場で免許証を発行してもらうことも金次第だそうです私も今後フィリピンに長期滞在する際には免許証の書き換えをしたいと思います予防接種もした方が安心かもフィリピンでは。 狂犬病、デング熱、A 型肝炎などの伝染病が多いです特に、A 型肝炎は注意していても知らないうちに感染していることが多いので予防接種をしておいた方がいいでしょうデング熱の予防接種はありませんが蚊が媒介するので不潔な場所には立ち入らないように注意した方がいいでしょうなおフィリピン入国にあたって義務付けられている予防接種は特にありませんししかし 2019年からのコロナウイルスが世界的に蔓延しているのでコロナウイルスワクチンを接種していないとフィリピン入国ができないかと思われます狂犬病の脅威フィリピンではほとんどの犬は放し飼いで野犬かどうかの区別もつきにくいです人には慣れていて噛むことはほとんどないかと思いますが他人の家に入るときは注意が必要ですテリトリーを侵されたと思って攻撃してくることがあります最近は 狂犬病の予防注射の実施を政府が呼びかけていますが住人の意識は低く毎年多くの人が狂犬病の犠牲になっています本日も最後まで見ていただきありがとうございましたこの動画が少しでもあなたの役に立てたなら幸いですよろしければチャンネル登録とグッドボタンベルマークをクリックしていただけましたら嬉しく思いますコメントをいただけましたら励みになります 今後とも当チャンネルをよろしくお願いします。